ーザードのオブ・アイ・ラーブは一番好きなアルバムなんですが赤井さんが全曲編曲されていましたので、何か世界観とか意識して作られていました。うーん、なんかね、いっぱい仕事してたからね、あの頃ね、そんなこと考える余裕も何もなくて、目の前の曲を一曲一曲、だいたい、あの、どの曲がどのアルバムに入るかとか、なんかそういうのもわかんないんで、<laughs> とりあえず言われた曲をなんかあのひたすらアレンジしてたんで、 なのでそのアルバムのなんかトータルの雰囲気とかそういうふうなことはだから僕はあんまり <laughs> 考,え考えたところでっていうか何や、アルバムのレコーディングしてるのかどうかも分かってなかったっていうか分かんないのね。ザードとかの場合はね。というかビーズ以外は分かんないんだ。だからなんかそのアルバム用に作ったやつがなんかお取り置きになって後のシングルになったりとか,なんかそういうふうなのが結構多いんでだからそうやってどんどん えー、ア,ルバムアルバム用っていうかなまあとりあえずアルバムっていうよりもなんか、うん、とりあえずひたすらずっとやってたって感じ。